1年で一番大切な記念日だから何か楽しいことをしたいね。うーん、僕パレードがいいと思う。俺嫌だね、パレードなんか。じゃあさ、ドドンって花火だね。俺嫌だね、花火なんか。そんじゃかっこよくダンスパーティーなんかいいんじゃない。俺嫌だね、ダンスなんか。け、花火ダメ、パレードダメ、ダンスダメ。じゃあさ、スマホで何やりたいんだよ。俺嫌だね、スマホでなんか。グラウチって一見へそ曲がりみたいに見えるでしょ。でもね、よく見るとやっぱへそ曲がりよ。それでは大きなケーキを焼いてみないかね。どうして僕思いつかなかったんだろう。小麦粉、ミルク持ってきたわよ。どいてどいて、蜂蜜だよ。材料は小麦粉とミルクと蜂蜜もあるし。おう、新鮮な卵はない。ミロアズレール、わしの魔法の最高傑作、魔法の卵じゃ。消えるまでここに置いておこう。わしがこの卵を叩くと、わしの言ったことは何でも実現されるんじゃ。どうじゃ、羨ましいだろ。いまいましいスマホの奴らが無事でいられると思うか、ズレール。鼻水が出るようなこと言わないでくれる。ガガメル、ビッグマウス腹減った。あっちゃ、なんてこって。にゃ、うわ、急げ、アズレール、戸棚に隠れる。ビッグマウス、食い物が欲しい。あんぴょんぴょんぴょん、ビッグマウス、ごちそう大好き。あんぴょんぴょんぴょん。ビッグマウス、卵大好き。みら、あとで食おうっと。ビッグマウス昼寝する、それから卵を食う。やつめ眠ってるぞ、今がチャンスだ。バカなやつだ、卵を取られたのも知らずだ。おら、にゃ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 、この野郎、卵はおいらのもんだぞ。いや、助けてくれ、アズレール。いや、苦しい、苦しいんだ。こにょこにょ、暴力はやめるってくれ。成仏しろよ。こにょ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 、卵が、卵がいっちゃったよ。パパスマホが卵がなかったらスマホでケーキを焼けないって言ってたじゃないか。だから必ず見つけるんだ。つまりパパスマホは、あれ何？あれは多分ただの、あ、卵だ。やった、すごい卵。これがあれば最高のスマホでケーキが焼けるよな。これやだね。おいらの卵どこだい。ビッグマウス、卵欲しい。ビッグマウスだ。なんて大きな人、怖いわ。みんな早く隠れよう。ビッグマウス、卵欲しい。ビッグマウス、こっちに来るわ。ビッグマウス、腹減った、卵欲しい。行っちゃった、さあ行こう。アズレール、わしの卵はこの辺に転がってるはずだ、アズレール。あ、そうですか。はいはいはい。ねえよ、卵なんかねえよ。おいらの卵どこで？おいら卵欲しい。早く逃げるじゃん、アズレール。もういなくなった。早く卵を持って帰ろう。さあ。私心配だわ。悪いガーガメルとビッグマウスに見つかるんじゃないかしら。怖いわ。魔法で村に帰れたらいいのに。めっけたい。はい。あれ、いきなり帰ってきた。どうやって来たの？あー、どうして帰ってきたのかな。うわ、すごい。この卵をどこで見つけたのかね。丘を歩いていたら転がってきたんだよ。そうなのよ、そうなのよ、おいでね。静かに。早速ケーキを焼くとしよう。スプーンを貸しておくれ。はい、パパスマホ。ん？ああ、変な音がする。何の卵だろう。僕にやらせて、パパスマーフ。
こんなもの割れなかったら僕はぐにゃぐにゃのソーセージみたいだよ。いや、助けて、ソーセージになっちゃった。僕ソーセージになっちゃった。なんだ今。エフティは何か言ってそれから卵を叩いた。すると、わかった。この卵は魔法の卵なのだ。子供たちを止めなくては。するよ、僕が最初にパパスマホになったのに。僕が先。一番頭のいい僕がパパスマホだよ。私が3人いる。それなら私は誰だ。お猿の親分かね。僕の番でしょ、レイジ。僕の番だよ。バニティなんか化け物になっちゃえ。ひどいわ。僕の顔になんてことするのよ。あんたなんか煙のじゃらで尻尾の生えたみっともない怪物になっちゃえばいいのよ。村中大混乱だ。スマーフたちは魔法の卵に夢中で私の言うことを聞こうとしない。卵を片付けないと村中怪物だらけになってしまう。ねえねえねえ、この卵どっかに隠しといて僕たちだけで使おうよ。賛成、僕たち専用の卵。卵はない。仕方ない。別の方法を考えよう。こんにちは、パパスマーフ。もう一人、パパスマーフ。あれ、もう一人。どうなってんの？こんなところで何してんの、クラムジー。君って図体ばっかりでかくてちっとも役に立たないんだよね。僕どうしちゃったの？わー！みんな逃げろー！ねえねえ、どうしたの、スマホヘッド。ねえ、どうしてそんなに小さくなっちゃったの？解毒剤、解毒剤、どこかにあるはずなんだが。パパスマーフ、まあ、あんたパパスマーフじゃないわ。ここで何をしてるのよ。パパスマーフが見たら怒るわよ。あっちに来なさい。もう、ビッグマウスの卵でビッグマウス嬉しくなった。スマフ、卵を返してくれた。お猿さん、ここから降りてらっしゃい。そこはパパスマーフの実験室よ。それからスマフ島のエッセンスと。パパスマーフにつまみ出されるからね。パパスマーフ、私から。スマーヘッド、行こう。早く魔法の卵を見つけ出さないと騒ぎがますます広がってしまう。あの卵はこの辺りにあるはずや。俺の言うことを信用しろって。こんにちは、パパスマーフ。今日はいい天気だね、パパスマーフ。魔法の卵をどこに隠したのかね。はい、アズレル、魔法の卵は見つかった。憎たらしいスマホの奴らを一匹残らず捕まえてやるぞ。全部わしのものだ。はじめはどんな料理がいいかな、アズレール。スマホの息作りはどうだ。元気のいいスマホに引き連れてこい。なんだこりゃ、スマホじゃないぞ。こんなに痩せたみっともないのがいるもんか。誰が痩せてるの。誰がみっともないの。魔法の卵よ、プリンプリンしたスマホを持って。ああ、いやいやいや、プリンプリンじゃなくて一番でっかくてうまそうなスマホを持ってこい。どうしてこんな目に遭うのか教えて。いやー
から逃げろ。ああ、パパスマーフ、僕ちっちゃい方がいい。君は黙っていなさい、クラムチ。魔法の卵よ、スマーフたちを全部元通りにしておくれ。今日はいろんなことがあったけれど、もう一つだけ卵に願い事がある。え、何々、どういうこと、パパスマーフ。君たちは自分勝手な願いをかけてスマーフらしくない行動をしたね。だから私は騒ぎの元になった魔法の卵に消えてなくなってもらいたい。やっと村に平和が戻ってきた。やれやれ、スマーフデーの卵騒動もこれで終わりだ。僕が見つけた卵だよ。大きいだろ。そんなバカな。僕の願い。